はい、皆さんこんにちは、ティロクスのトシです。いつもありがとうございます。今回はね、他の動画で、オープンマイクについての注意点を、5個紹介したんですよ。そちらをパート1といたしました。一気に10個紹介すると長くなっちゃうんでね、2つに分けたんですけれども、パート1から見てもいいし、こっちのパート2から見てもね大丈夫なんですけれども、今日もそのオープンマイクについての、注意点というか、ここを気をつけてやればまずどこ行っても大丈夫だよっていうことをですね、この5個お話してみたいと思います。はい、でパート1の方でも言ったんですが、結局のところそのお店のルールっていうのがありますから、そのお店のルールに従ってやれば、一番いいので、合に行っては合に従いで、そこのやり方がありますから、そこのお店ではこれは OK、 あっちのお店ではこれは OK でこれはダメとか、いろいろあると思うんですよね。でそれを守れば全然いいんですけれども、まず一番初めに行った時、どのお店に行ってもね、分かんないですもんね、そのね。だから今日、今これからお話しするのは、基本的にこれを押さえておけば大丈夫だっていうのをパート1でもお話ししましたし、パート2でもこれからお話してみたいと思います。はい、で早速ですね、一つ目ですね、これパート1でも一番初めに言ったんですが、時間が一人ずつのこう割り当てられてますね。なのでこれいくら盛り上がったとしても、客席側でアンコールとかを声かけちゃダメです。ダメですというか、これ一応アンコール盛り上がっちゃってアンコールとか言っても、ステージにいる人は困っちゃうんで、あ、ごめんなさい、自分時間決まってるんでってことになりますからね。あんまり安易にアンコールとか言うのは、あんまりないですけど、言ったり仲良かったりするとね、言いたくなるのはよくわかるんですけども、一応これ多分お店側もそのあ、いいよって言って場合くれる場合も多分絶対あると思うんですけども、そんなに人数がいないとかね。でも一応お店側の方としては、大体はちゃんと時間をみんなに平等に上げなきゃいけないので、あなただけ2倍やってもいいですよっていうわけにもやっぱりいかないので、アンコールって言われちゃうと困るんですよね。アンコールは なしよって言わなきゃいけなくなっちゃうから、だからね、そういうアンコールっていうのはね、ちょっとやめた方がいいでしょうね。はい、何回か回ればね、また聞けますからね。はい、で2個目、ですね、これ非常に多いんですが、アコギを弾いてる方ってね、シールド持ってこない方ってね、すごく多いんですよね。でこのアコギをも、アコギを弾く人でね、シールドを使わないっていう、のはね、ある意味しょうがないというか、そういう習慣がないという。アコースティックギターですからね、アコースティックギター、生のギターっていう意味なんで、アコースティックギターだとマイクでこうギターを取る。普段自宅で練習してるときはもうシールドなんか繋がないわけですから、でスタジオでも練習しなくていいわけですから、自分の家で練習してるんで、シールドを使うという習慣がないんですよね。なので持ってくる習慣がないのはわかるんですが、でもあなたが持ってきてるのエレアコじゃないですかっていう時がよくあるんですよ。まあ、本当に生楽器のね、いわゆる本当のアコースティックギター持ってくる人はシールなんか持ってこなくていいですよ。こっちでマイク立てますから。だけどエレアコ持ってくる人がほとんどなんですが、エレアコ持ってるくせにシールドを持ってこないって方非常に多いんですよ。でもエレアコってエレクトリックアコースティックギターじゃないですか。ん？変だな。いいのか。エレキの部分があるわけですね。中に内蔵マイクがあるわけで、で、シールドで音を出すの前提、もちろん生でも音出ますけども、シールドで、シールドを使うのが前提ですよね。エレクトリックの部分があるので、ですのでエレアコの方も当然、シールドを自前のものを持ってくるのが当然だと思います。で、もちろんね、お店でも大体は貸してくれるし、ダメっていうところはほとんどないと思うので大丈夫だとは思いますが、自分の持った方がやっぱりいいでしょう。っていうのもやっぱりその、いちいちこう貸してくださいって言わなきゃいけないっていうのもあるし、それからお店に置いてあるものを使うっていうのはそれだけ危険が伴うっていうことも考えた方がいいと思うんですよね。自分で信頼のおけるシールドをちゃんと持っていく、あるいは2本ちゃんと予備で、だいたい楽器やってる人は予備を持っていくものなんですが、最近あんまり予備を持ってこない人も多いんですけども、予備をちゃんと持ってくる。そうすれば、絶対安全で、お店に置いてあるシールドも自分の楽器との相性がちゃんと合うかどうかも
本当はわからないし、厳密に言えば。それから あんまりいいシールドが置いてない可能性だってある、断線する可能性だってある、ね、お店の方はお金を出してそのシールド貸してるんだったらまだ話は別ですけど、多分シールド貸すのにわざわざお金取るところなんかないじゃないですか。ただで貸してあげるよってなってるん でそうなってくると、そのシールドにそんな責任持ってないところが多いので、厳密に言えば、まあ、あんまりシールドがおかしいってことはないと思いますが、でもやっぱり危険を伴うので自分で持ってった方がいいでしょうね、うん、はい、それが2つ目でしたっけ、はい、でその次ですね、マイクを変えるとか、あとそれから何ですかね、いろんな DI を使わなきゃいけないか、あの機材をいっぱい持っていくっていうのはなるべく避けた方がいいでしょう。やっぱり普通のブッキングライブじゃないんで、普通のブッキングライブっていうのは当然リハをやって、あのそこで全部調整して、そして本番っていう風になりますから、たっぷり時間があるわけですよ。なんだけど、オープンマイクっていうのはやっぱり当然その限られた時間でぶつけ本番で、はい上出てやって、はい降りて、なのでここであまりに時間を食っちゃう、セッティングに時間をかけてしまうと、やっぱりお店側の迷惑にもなるし、自分の時間も削られちゃうわけですよ、当然のことながら。これをDI ください、これもください、あれもくださいとか、これマイク変えてくださいとか、これはこう撮ってくださいってすごいいっぱいやっちゃうと、やっぱりそれだけで自分の時間が圧迫されちゃいますからね。でどうしてもそのオープンマイクっていう性質上ですね、そんな正直ね、スタッフをたくさん入れてないお店が多いと思うんですよ、多分ね。うん、そんな余裕のあるお店だったらスタッフね、いっぱい入れていくらでもいいよってやってくれるかもしれないけど、大体こう店長さんが一人でやってるとかね、どっかのライブハウスみたいにねあると思うんですよ。そうなってくるとね、もうね手一杯になっちゃうんで、まあ、オープンマイクっていう性質上ですよ、性質上手軽にパッとこうすぐに音出してすぐに演奏できるっていう風にした方がいいでしょうね。で結局上に上がってからチューニングする人とかたまにいますが、もうチューニングは全部下で必ず済ませてくださいね。上に上がって一からチューニングし直すってもうちょっとそれはね良くないんで、もう見てる方もしらけますから、下で完全にチューニングしといて上に上がったら微調整ぐらいでパパパってできるようにしとくのがいいでしょうね、はい、さあ次ですね、ですね、これね、これもお店にやっぱりよるんですが、機材が例えば、ステージの上に置いてある機材っていうのは、いろんなこう譜面台とかなんか台とか椅子とか、ステージに置いてあるものに関しては多分誰がどう使ってもいいはずですよね。ステージに置いてあるんだから、もうステージに上がってどうぞ好きなものを使っていいですよっていうのがまあ普通ですよね。でなんですが、ステージから違う部分 に置いてある機材とか、ちょっとなんていうんですかね、立てかけてある何か、例えば電子ピアノとかがその日はまだ出してなくて立てかけてあったりするとするじゃないですか。それから、違うところにしまってあるような譜面台とか何かいろいろそういうものですね。でそれをですね、自分で出してきちゃう人がたまにいるんですよね。でこれも良くないというか、お店にとって、お店によるのですが、まあやめてください、そこはスタッフがやりますからっていうところの方が多分多いとは思いますので、そういういわゆるステージ上にスタンバってる機材に関してはおそらく何を使っても大丈夫なんですが、どこのお店もそうだと思うんですが、ステージ上にスタンバってない機材にを勝手に持っていくっていう行為をしないでほしいと。これは最近ね、まあお店によると思うんですが、演者側もお店の手伝いしてくださいっていうスタンスのお店、ね、自分でピアノセッティングしてとか、電子ピアノ自分でセッティングしてとか、自分でそこにある譜面台奥にあるからそこから持ってってくれとか、そういうふうに歌ってるというか、そういうスタンスのお店って多分あると思うんですよ。そういうところは多分逆に言うと、もう大変なんだろう、店側の人間ちょっと料理作ったりね、ドリンク作ったりするので手一杯なんで、悪いけどそっちの奥の倉庫から持ってきてよなんていうお店もきっとあると思うんですよ。でそういう場合はもちろんいいんですよ。
もちろんそっちの方が店長の手を煩わせないで、あ、自分で持ってきますわって持ってきちゃえばいいんだけど、でもそこはちゃんと見極めて、まずは触らない方が無難です。やっぱりあのステージ上じゃないところに置いてある機材勝手に持っていかれるっていうのはやっぱりお店にとっては あんまり良くない場合の方が多いので、そこはお店側がちゃんと判断してこれを出しますからっていうところが多いので、そこを勝手に持っていかれると結構危なかったりするんですよね。それちょっと実は調子悪いからそこに置いといたんだけどとか、そのシールドは使っちゃいけないとか、いろいろこうある場合もあるしね、しまい方もいろいろあると思うんで、しまうことも全然手伝わなくていいですからね、基本的に手伝うのもその結局のところお店のしまい方ってあるじゃないですか。先にこっちのね電子ピアノこうしてから譜面台こう置きたかったとかいろいろあると思うんですよ。なので下手に触んない方がいいですから本当に。で下手に触って壊しちゃっても良くないし、シールドなんかもねたまにもうこの丸ならまだしもこう蝶結びでギュッとか渡されちゃうとかね、そんな恐ろしいこともあるんで、もう触んないとか手伝わなくていいですからね。基本的には手伝ってくれっていうスタンスのお店だったら手伝ってください。でも基本的には手伝わない方がいいです。お店側のに任せちゃった方がいいですね。はい、はい、そして、最後なんですが、これはねぜひそうしてほしいなっていう、要望なんですけれども、演奏だけじゃなくて例えば、料理も一緒に出しているようなお店とか、そうですね、飲み物は必ず出していると思うんですが、そしたらねせっかく行ったんでね、無理しなくていいんだけどもお店にお金を落とすっていう考え方、これ僕もよくいろんなお店行ってこのお店また来たいなとか仲良くなりたいなと思ったら、やっぱりそのお店にお金を落としてあげるんですよ。その必要最低限のお金だけ出してももちろんいいんですよ。でほとんどの人はそれでいいんですけれども、でもやっぱりもう一つ何かこうお店にプラスになるものを買ってあげるとか注文してあげるとか、無理しなくていいけども、あ、なんかお腹空いたな、ちょっとなんか美味しそうになるから食べていこうかなとか、もう一杯飲もうとかでやってあげた方が絶対お店側も喜ぶし、やっぱりオープンマイクって多分1000円とか本当に安くやってると思うんですよ。うちもそうなんですけれどもね、それか一品注文でもうやっていいよぐらいな勢いだと、もう本当に最低料金だとその一番安いジュースでね、もしかしたらね何時間もやる人だっていると思うんですよ。でそれもお店側もいいよって言ってると思うんですが、でもできればもう一杯ぐらいコーヒー頼んでくれると嬉しいなとかってあると思うんですよ。なのでそこはもし余裕があればでいいんで、ちょっとお店にもお金を落としてあげると、そうすると喜ばれると思いますね。はい、まあ、まさかそこでちょっと面倒くさがられるようなお店ももしかしたらあるかもしれないけど、まあそれはしょうがないんで、それはもうそういうお店なんだなって思って次からそれでいいと思うんですけども、大体はやっぱりこう、あ、注文してくれてありがたいって思うからね、そういうのも余裕があればでいいんでやってくれるとお店側も嬉しいし、この顔もやっぱ覚えやすいですしね、いいんじゃないかなと思いますね。はい、こんなことをねパート1とパート2含めて10個ばかりね全部で言ってみましたけども、まずはこの辺のルールというかこの辺の最低限のものをですね、頭に叩き込んでですね行けば、まず絶対嫌われないと思いますので、あとはやっぱり何回も言いますけども、お店のこのお店ってこういうのが喜ばれるんだとかこういう雰囲気なんだってなったら、もうどんどんそこに染まっていけばいいだけですからね。はい、そんなお話をしてみました。何か分かんないことあったら何かいつでもねコメント欄に書いてください。はい、ありがとうございました。またお願いします。